今回は椎茸の軸を簡単に外す裏技を紹介するよ。包丁で切ることもできるけど、まな板が汚れるし熱くなっちゃうのもやだよね。そこでおばさん考えた裏技がひねるです。まずは汚れを落とすでしょ。軸の根元をつまんで反対の手で傘を覆ってひねると、ほらもう取れちゃった。ポイントは傘を覆うように持った手と軸を持った手をそれぞれ反対方向にひねること。この裏技だと傘に軸がついてこないのもメリット。裏技を使った方が傘の厚みが均一、火の通りも早くなるよ。ふふん、おばさん頑張ったでしょ。ダイエットも頑張れたらいいのに。外した軸は美味しいから石突き以外は上手に使ってね。裏技のポイントはひねるだよ。簡単なのでぜひ試してみてね。このチャンネルでは裏技や簡単にアレンジしたレシピを紹介しているよ。おばさん頑張って編集しているから、ぜひまた遊びに来てね。それでは今回はこの辺で、さようなら。